ねえ、カツネ、ひばりちゃんのことを見なかった？いや、見てないぜ。そう。いや、なんか心配で。ヤニューちゃんのことで責任を感じてたみたいだから。ひばりのことなら心配無用だ。オムラちゃん？お前、何しに来た？それに心配無用ってどういう意味だ？ひばりは蛇女の生徒になった。そういうことだ。何を言ってるの？ひばりは蛇女に転校した。だから、お前たちのところにはもう帰ってこない。ひばりちゃんが半蔵学院を辞めるわけがない。変な嘘をつかないで。私は嘘などついていない。そんなの絶対に信じない。嘘だって言ったら嘘だ。まあいい、あくまで私が嘘をついているというのなら、力ずくで本当のことを言わせればいい。簡単だろ。みんな下がってて。ホムラちゃんの相手は私がやる。決着！
ひばりちゃんはどこにいるの？その答えはこれだ。それは超秘伝忍法書？これはひばりが蛇女に持ってきたものだ。嘘よ。そんな。信じたくなければ信じなくてもいい。しかしこいつの力は嘘でも何でもない。素晴らしい。これが超秘伝忍法書の力か。体中の力がみなぎってくる。今ならどんな忍術でも使えそうだ。どうしたアスカ、体が震えているぞ。もういい、しらけたよ。アリを踏みつぶしたところで大して面白くもない。超秘伝忍法書を奪った以上お前たちに興味はなくなった。さらばだ。ホムラちゃん待って、ひばりちゃんは、ひばりちゃんはどこにいるの？どうしてこんなことに。いけそうです。